お、まあいいか。まあこれ今これ見てこれが何かってわかる方はもう いるかな。いるね。これね、あとでちょっとお見せしますんで。このマシンね、ここに置いてあるでしょ。佇まいが佇まいでもうたまらないんですよね。80年代後半頃にね出てきた、横本さんが出してきたマシンになるんですけど、そう、スーパードッグファイターですね。ね、この佇まいを見て思うこの感情、喜びっていうのはどう伝えたらいいんですかね。もう伝えようがないですね、もうね。あ、そうかな、これね、実はこうやって今こうお見せしてもちょっとね、私がお伝えしたいこの佇まいっていうのがね、ちょっと、あ、スマホで撮るわ、ちょっとね、よし、汚いな奥が。ちょっともう、はい、この佇まいですよね。まあこれボディによるものも大きいのかな。いやこれね、あ、ちょっと奥にね見えちゃってると思うんですけど、あの奥に見えてるあれはね、昨年1年前に横本さんから復刻されたもの、これも実はね復刻されたものなんですけど、実はね全然違うんですよ。まあパッと見はこのでは分かんないかもしれないですけどね、こちらのスーパードッグファイター、まあこれはね、まあ、かなりもう外観ほぼ当時のそのままの復刻ということになってるんですが、その細部とか、まあ、隠れている部分ですね。まあ以前のものよりもより近代的なものが使われて、まあ現代の走行シーンに向けて耐久力が、まあ現代の技術を使ってより洗練されて耐久性が高く。しかし見た目は当時のそのままっていう形でね、これ復刻してきました。まあこれ手に入れられて、まあ満足されている方も多いと思いますし、走らせて、その当時をね、思い出して、こうなんかゾワゾワしてる方もね多いんじゃないかと思うんですけど、これねフルコンバージョンキットなんですよ。ね、フルコンバージョンキット。今日はですね、こちらのスーパードッグファイターのフルコンバージョンキットの内容のご紹介とですね、実はこのフルコンバージョンキットはですね、レディオガガオリジナル販売ということになるんです。皆さんこんにちは、レディオガガの高橋です。今日もよろしくお願いいたします。じゃあちょっと、ね、内容をお見せする前にちょっとどういったものが入っているか、製品版がここに一つちょっとサンプルで手元にございますので、メガブレクさん、あ、そうそうそう、コンバージョンキットね。じゃあね、こちらのノーマルの方と見比べながらちょっとお見せしたいと思いますよ。あ、これそうか、そうですね、はい、ちょっとめんどくさいけどこっちで。あらら、危ない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 。でですね、こちら、これこちら一旦閉まってですね、でこちらがですねコンバージョンを施したものになりますが、ボディを外していきます。でれー、はい、ちょっとこれねどう見えるかな。まず裏面からですね、こちらカーボン、これ厚みがですね、これ3ミリはありますね、かなり屈強なカーボン。しかもこちらすべて、生産加工からすべて国産カーボンとなっています。そしてこちら、なんとこちらカーボンのアッパーデッキがついております。かなりかっこよくついてますね。その横に目を向けるとですね、このバッテリーホルダーのプレートですね、これも標準がですね、こちら樹脂のものなんですが、こちらもカーボン製、さらにね、前後のカーボンショックステイです。これがねやっぱりね、こう置いた時のね佇まいがね、さらにアップします。で
真骨頂、まあ、このカーボンの切削であったりも全て 3D アットラボラトリーさんで設計加工されているんですけども、真骨頂はやはりこれ以前ね動画でもちょっとご紹介でお見せしたと思うんですけど、これですよでこれこのスーパードッグファイターですね、やはり手に入れられて、私たちが少年の時っていうと、ダートなんかで豪快にね、砂ぼこりをもう負け散らしてね、ブワーッと走りたいみたいなね。実際それをやってしまうとですね、やはり防塵性の問題でですね、この中のギアボックス、まあ、こちらオリジナルのものをお見せしますけど、もともとはですね、このような状態なんですね。なので中のリアのデフケースとかですね、このあたり、すべて入ってしまったんですよね。それなんすよ、これ。元からの設計家のように、バッチリついちゃってるね。すごくないですか。ですので、このコンバージョンキットの内容としては、このメインシャーシ、アッパーデッキ、このバッテリープレート、前後のカーボンショックステー、そしてこちら、防塵のギアカバー。これがセットになって、販売になります。ちなみにここに見えているウィングステーですかね、これはこのセットには付属していないみたいですね。これはまた別途ご販売はできるかと思います。なんとこのセットですね、実はその 3D アットラボラトリーさんでも単品でバラで販売されているものなんですよね。なんとこちらのセットですね、バラで揃えていただくよりもなんと3500円もお得になっております。そうなんですね。しかもこちらですね、限定じゃないです。まあ、在庫の問題があるので、お届けできるのにはですね、お時間をいただく状況も想定できますけども、基本的に、まあ、しばらく待っていただくと、どなたでもずっとって、まあ、その、なんか世の中がなんか変わるとかはね、存在忘れられるぐらいまで先になれば別ですけど、基本的にはこのセットはコラボレーション企画として、販売されますのでね、スーパードッグファイターをお持ちで、この美しい佇まいを存在感を手に入れたね。これね、これをですね、当時ですね、もう手に入れたくて、ただもう眺めるだけで指を加えて欲しい欲しいってね言ってる少年たちがね、すごくたくさんいたと思うんですよね。でその少年たちがね、今もう大人になってですね、自分の楽しみをっていうんでね、スーパードッグファイターをもう手に入れることができてキラキラしているところに、さらに大人の力を見せつけて、この 3D アットラボラトリーさんもですね、これはまあ今ビジネスで始めますけど、元はといえばただのラジコン好きですよ、ね、ただのラジコン好きから、その当時の思い入れであったりとか、ラジコンに対する愛を表現する形として、こんなにかっこいいものをね作ってくださってます。またね、いずれの動画のご紹介となりますが、 3D アットラボラトリーさん、現在のラインナップもありますし、これからの展開もあります。またうちとしてもですね、今後別のコラボレーションモデルであったりとか、そういったものも展開していく予定となっております。まずはこの 3D アットラボラトリーさんをですね、レディオガで販売させていただけるという記念として、こちらのコラボレーション、フルコンバージョン、カーボンコンバージョン、これはなんだ、セットというんですかはい、こちらですね。なんとこれだけの国産カーボンふんだんに入って、さらにこちらの 3D ギアカバー、これがついて税抜き27,400円でのご提供となりますあ、ちなみにこちらのカーボンダンパーステーですね、こちらに関しては標準のものよりもですね、長くなってます。これ理由としては、これ今実際ついてるんですが、これヨコモさんの現行で発売されているビッグボアダンパーなんですよ。これがボルトオンでつくサイズになっております。おそらく標準のショックもちょっと工夫すればね、このカーボンダンパーステーつかないってことはね、ないとは思うんです、つくとは思うんですけど、より走行性能、いや、より満足感所有感を得るためには、このビッグバーダンパーなんかね、また別途買っていただけるとさらに嬉しい存在になるんじゃないかなと思います。で、実はこちらお借りしているものなんですけども、
これが実際どのくらい走るかって私ちょっとさっぱり知らない。とりあえずタイヤはカーペット用タイヤを今履いています。今時のリアタイヤと四駆フロントタイヤをつけて、ちょっとね実際レディオガガのコースを走らせてみようかなとね。うわ蒸し暑くて死ぬでこれ送られてきたそのまんまをですね、今ペアリング私自分のプロポにしただけの状態ですね。じゃあちょっと動作確認からね。お、このアンプちょっとセンサー基板かケーブルか壊れてねえかこれまあまあまあ、おおっと、これはもうほぼ現代のマシンと変わらないかもしれないと。そんなことはねえか。そんなことはないけど、かなり。よし。じゃあちょっと、そーっとね、撫でつつ、様子を見たいと思ってますね。これ今、オンロードなんでね、綺麗に撫でてるだけです。お、早っ。結構早いな、これ。思ったより結構ハイヤードだな、これ。よし。もう何のストレスもなくめちゃめちゃ気持ちよく走りますね。これはもうオンロードで撫でてる分にはですね、もう現代ラジコンと変わらないですし、もうなんていうんですか、動きがもう なんですかもうしっかりしてます。かっちりしてるっていうんですか、はい、これは、ね、競技ラジコンです。完全なもう競技ラジコンの動きしてますね。もうちょっと冷たく走るか。あ、なんか蚊に刺されてるぞ今。こんな感じ。かゆい。もう十分ですね。もうフラットなところでは何のよでもなく、すごく繊細に競技マシンっていう動きがはっきり伝わってきますね。にしてもこれ佇まいがな、これたまらないなこれ、ね、よし、バギーコース行きます。お、今日ちょっと外は涼しいな、意外に。あ、なんか雨降ってきて涼しいさあちょっと一回電気をつけていきますね。これあんま投げ入れはほどほどにしておきますか。ほいほい、まあ、あとは、まあ、耐久性的なものもありますよね。この樹脂パーツとかですね、この辺りがどのくらい持つかっていうのがあるし、これもダイキャストなんでやっぱり削り出しと比べるとね、割りやすいっていう点もあるんじゃないかなと思うんですよね。そもそもこの時代の設計がね、こんなぴょん飛び跳ねるような場所ではないですけども、それでもこのビッグボアつけてね、カーボンで剛性を持たせて、どのくらい走れるのかっていったところですね。よし、じゃあちょっとね、そーっと、これ壊したら終わっちゃうんで、そーっといきたいと思います、ね、今何もあれがないのでね、予備がね。なるほど。はい。お、塩ビついてるわ、これ。はい、今、撫でてますよ。おお。おお。走るじゃねえこれ、遊べるねこれ、カーペットコースで。しまったブレーキ調整してなかったこれ結構遊べるね。これモーター自体もね、ミッドシップなんですけど、最近のものと比べると結構かなり後ろ寄りなんですよね。それはその戦うフィールドというか環境がダート上っていうのが視線上だったんで、おそらくそういった重量半分になってると思うんですけど、まあ、そのだから動きは見せます。ジャンプでもちょっと頭がね落ちづらかったりとか、そういった部分はあるんですけど、まあそこはね別にね求めないっていうかただ全然よく走りますよ、全然よく走ります。あの軽快で車にも剛性感があるし、あと、現代のものと比べるとアンダーステアです。非常にアンダーステアが強めに出ますので、そういった意味でも運転しやすいと言えますし、あと打角ですね。打角も少し少なめには
なるので、それも含めても割とこれあれだな、これちょっと借りといて言うんだけど、これリアのショックもうちょっとこう組み直した方がいいな、これ借りといて偉そう、すいません、これちょっと今リアがね跳ね気味なんですけど、これちょっとなんかエアが入っちゃってるかなんかっすね、はいはい、あともうちょっとリバウンド作った方がいいかな、これやべやべ、悪い癖が出てるわあでもね、ほら見てください、これ全然よく走ってますよ、ほらうちのね、このトリッキーなカーペットコースでこんなにスイスイ走れます。で、まあ見て分かると思うんですけど、全然あのね難しくないです。まあ難しくないって、まあそのラジコン初心者の人がスイスイ走るかってことはまた別なんですけど、まあ経験者の方がね、いろんなマシーンですよね、四駆バギーなんかをガンガンやってる人がこれやったとしても、まあおそらくほとんどの方が、あ、これいつね全然走れるね、遊べるね、楽しいねって、まあ、おそらくねそんなコメントが出ると思います。そのぐらいものすごいよく走ります。いや、このやっぱスーパードッグファイターがね、やっぱこれめちゃめちゃよくできてたんだなってやっぱね改めて思いますよね。まあこれコンバージョンキットしたとはいえやっぱりベースは何も変わってないんで、お、すげえ走るだからもう当時やっぱこれもう本当無敵だっただろうなっていうのはね分かりますよね。もう現代のツーリンカーにしてもこのバギーにしても本当に原点だなって、まさに原点だなって思いますね、これ。まあ、じゃあちょっと6秒台なんとか入れたいな。あ、失敗した、あ、失敗した、あ、失敗したあと 2,3 周あれば6秒台入れれるし、入れれそう。あ、入ったわだから6秒5ぐらいいくな、今のだったら頑張れば。あー、狙いすぎた。本当によく走るんだこれ。まあ、コンバージョンキットもすごいんだろうけど、やっぱ元のスーパードッグファイターがやっぱ本当すごかったんだな、これ。なんか感覚的にやっぱりね、スクラブ、あ、細かい話いいわ、やめやめやよし、じゃああとちょっと数周ちょっと少し頑張っギリ気味に走ってみて、まあどんな走りをするか参考にしていただければと。蒸し暑い、やっぱりよし、じゃあこの次の週ぐらいからね、5秒台はちょっとこのパワーじゃ今無理かな。お、これ出るぞ。6秒4。全然7だったわ。多分。何度走っても6秒7ですね、はい、いやいや、これも全然楽しいけど、これ全然普通に走るけど、これ暑い、暑いって言います、ちょっと寒いかもさっきもねちょっとお話したんですけど、実際このスーパードッグファイターの設計自体は今のさっき今走ったようなね、ピュン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 跳ねるね、あんなジャンプの多いようなところは全く想定されずに作っていたんですよ。ですが実際めちゃめちゃよく走る、よく走るっていうかね、例えば入門マシンとかダート向けに作られたマシンってね、うちみたいなコース走らせると結構ジャンプの時にこうノーズがついたり後ろがついたりとか、あとショック自体もねそんな余裕がないから、実際快適にその速くなくてもいいんだけど快適に楽しく走るっていうのもやっぱり旧車だったりだと難しい場合があるんですよね。特にうちみたいな本格教員コースになってくると、これね全然違います、めちゃめちゃよく走ります速さがうんぬんじゃないですよ、現代競技バギーと比べたらね、それはあれなんですけど、まあ、これはもうそもそもね、そんな
そんな楽しみをする、まあ、なんなら走らさない人が多いんじゃないかなって思うようなもんなんですけど、一応ねこの RC を走らせる RC サキットの20年やってる私がですね、競技に向き合ってきた私が、カーペットコースでもうめちゃめちゃ楽しく走れますよって、まあ、それだけはもう言い切りたいと思いますので はい、それではですね、今日の動画良かったと思っていただきましたらね、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。非常に励みになります。またレディオゴがですね、ウェブショップもやってございます。お近くで買える環境のない方ですね、その際レディオゴが選んでいただけると非常に嬉しく思います。そしてこちらの記念コラボモデルもですね、ネットショップで扱っております。今後 3D アットラボラトリーさんの商品もね、どんどん展開されていきますので、そちらもぜひ楽しみにしていてください。また宣伝になりますけどね、レディオが LINE お友達募集しております。貴重な商品をですね、お友達様だけにご案内したいとかですねうちの女子スタッフ桜井のですね、心が豊かになる日記なんかもね、定期配信しておりますので、よろしければぜひお友達になってください。また SNS ですね、 X、インスタ、Facebook やっておりますので、そちらもフォローしていただけると非常に嬉しく思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。